はい、今回はですね、ライブ配信のですね、ステージャーライブですね。こちらの方のね、通信料ということでね、気になる方も多いと思うんですけどもね、こちら私、楽天モバイルですね、ドコモの回線使っておりますけどもね、どれぐらいですね、配信とかしたらですね、配信したり見たりしたらね、どれぐらい通信料がかかるかどうかね、確認したいと思います。私の今月のね、3.1GB 契約でね、前月の繰り越し分がまだ 1.4GB ありますんでね、月末ですのでね、どれぐらいかかるかですね。で、今日のね、本日の速報ということでですね、こちら、4MB 使っております。はい、ということでね、ライブ、ステージャーライブでね、配信したらですね、どれぐらいの通信料かかるかどうかね、これからですね、配信しますのでですね、ぜひとも参考にしていただけたら幸いです。それでは、配信ね、して終了したらまたね、お会いしましょう。一旦失礼いたします。はい、ということで配信が終わりました。ステージャーライブですね。ちょっとね、こちらの方の時間確認してもらいたいんですけど、配信の長さ21分16秒、ファンゼロ。私の経験値、プラス21、ピカゼロ。観覧数24。めっちゃ少ないですね。いやいやいや、21分で24名。はい。まあ、喜ぶことにしましょう。はい。ということでね、21分ね、配信したらどれぐらいね、配信でなくて通信料かかるかどうかですね、この後、確認しますので、どうぞお楽しみください。それではこの辺で一旦失礼します。はい、それではですね、ステージャーライブの通信料ですね、実際に先ほど見てもらったらね、21分ぐらいね、配信したらどれぐらいですね、容量かかるかというわけで、今回はね、ドコモ回線のね、楽天モバイル、私ね、使ってるんですけどもね、こちら、今日のね、先ほど見ても、最初にね、動画見せたと思うんですけどもね、4MB 使っておりましたが、21分配信したらどうなるのか、はい、ここです。250MB です。まあ、大体私の予想通りですね。似たようなアプリでね、ドキドキライブってありますけどもね、そちらの、通信量も測ったら同じぐらいだったんですけどもね、まあ、まだ見てない方はですね、説明概要欄にリンク貼っておきますけれどもね、だいたいこんな感じですね。だから10分で120メガ、20分で240、50メガ、30分だと360メガぐらいね、使うんだよっていう感じですね。はい。だから60分1時間ぐらい喋るとだいたい700メガぐらいいくのかなと、推測ですね、あくまでもね、目安ということでですね、まあ Wi-Fi 環境あればね、全然もうこんなのね、関係なくね、見たい放題、配信し放題、見たい放題ですのでね、じゃん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 ね、見れるわけですけどもね、こういったね、出先でね、配信したい人とかね、見たい人はね、こうやってね、月々の契約料、通信料をね、気にしながらですね、使用してみるのもいかがなもんでしょうかね。でもまだまだ、こんなね、まあ気にしてもね、あれなんでね、通信速度遅くなるわけですけどもね。まあこうやってね、ちょっとでもね、知っていることでね、どん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 ね、楽しみもね、増していくのではないでしょうかということでね、最後までね、ありがとうございます。それでは失礼いたします。